はい、皆さんおはようございます。10月1日日曜日のビデオレターをお届けします。フラワージェーヌの記事です。今日は、この今ここに飾ってある、生け込みというか投げ入れですね、投げ入れを、作るところを、今からこれを一回分解してなんか形がね多分変わっちゃうと思うんですけど、皆さんに、お見せしながらというか皆さんと一緒にここに、お花をね戻していく、様子を、見ながらおしゃべりしたいと思います。最後までお楽しみください。今日なぜこれを、私がこの生けるところを見ていただこうかなと思ったかというとですね、別にこれの、ノウハウ、ね、どうやって生けるかとか、そういうことじゃなくて、まあ、それはちょっとやりながら説明します。とても、皆さんに、一緒に考えてほしいなと思うことが、ありました。事件があったんじゃなくてそういうことが、ね、私の頭にこう浮かんできたので、それをね一緒にちょっと皆さんと考えていただきたいと思います。もう早速やりましょう。じゃあもう分解しますね。じゃあ最後までお楽しみください。ブーケみたいでしょ、ね、かわいらしい。日差しがあるうちにやらなければ。ちょっと待ってくださいね。はい、使うのはですね、まあ、今ちょろっとね 見てもらってましたけど、こちらの、ピンポンマムみたいな、でもこれが正しい色だと思う。この色です。離れても一緒。この色ですね、黄色くなくてちょっと淡い本当にクリーム色、おぼろ月夜みたいな感じです。あの中秋の名月だったので、この菊をね、黄色の菊はちょっとなんか他の色と合わないなと思ったので今回これにしたんですけど、菊と、それから、こちらの、ローズヒップです。もう90センチぐらいあるんですけどこれを使おうと思います。そして、あとはやっぱり中秋の名月のススキですね。ススキの方、それからちょっとそう言いながらこっちに戻しましょうね。そして、ローズヒップと雪柳ですね。雪柳もうこればっか最近使ってるような気がしますけど、ほぼこれだけです。使ってます。で、今日はちょっとなんかあの長い、枝物が多いのでゴロンっていっちゃうと危ないから比較的、お水も多めにして重い花瓶を使ってます。で、花止め、この中何もオアシスも剣山もなんか変なこうワイヤーも入ってないので、思いっきり花止めにするために最初にですね、まず硬くて大きな、こちらですね、枝物を入れていきます。どう入ってたかな。多分ね出来上がると全然違う、さっきと全く違うと思うので許してね皆さん。これはね入れるために違う感じなんですけど、これあの何回か、レッスンとか、そういうので言ったと思うんですけど、実際にこの雪柳って春先に白多い花が本当に雪のようにねこう咲くので、なんて言うんですか、秋冬は落葉で裸なんですよ。でこれ染めてあるものなんですけど、こういったものを見ると本当に紅葉の中を歩いていったようなことを思い出しませんか私だけがもうこういうの大好きでやっぱりこういうのも欲しくなるので、こういったものを使っているんですけど、どっちがいいのかな、まあ、こんな感じで先に入れておきます。なんかこううねるように自然の中で本当に見たままの感じ。今日はあの自然をここに戻す作業をしていきます、ね、かつてそのお散歩で旅した時のことをね、旅とかあと家族で行楽に、秋って行楽じゃないですか、空いた時のことをね思い出しながらやっていただきたいんです。すごい遠い記憶ですよ皆さんね。で長い、本当に立派ですね、ローズヒップ。これは、北海道から来ているんですよ。横浜こんなに毎日暑い、北海道も暑いと言われてるんですけど、やっぱりこう色づくんですね、秋ですね。こういったものを次に入れていきます。長いもの、それからでも広がるように今日はもう難しくなく本当に伸び伸びと入れたいと思います。高いところにも入れて、見えてるかな、そうでふわーっとこうね紅葉、山に紅葉ですね。もう登山とかねしてたこともあるのですごく懐かしい感じ、ちょっといい思い出。皆さんどんな秋のこういう行楽とか実がなってるようなところに行ったことありますよね、子供の頃でもそれから最近でも、もしかしたらこの10月9月にお出かけする
企画をしている人もいるかもしれませんね。で、高いところだけじゃなくて、こういうふうに低いところにも実がね、来るように、ちょっと長さも、なんかいまいち、はっきり見えないですけど、もう少し短くしましょう。さっき生えてたのけど、もっと短いところにも来るようにしていきます。うん、このぐらいあればいいかな。こっち側にもちょっと。1本取っておきましょう。最後のこの辺に調整したら取っておこうと思います。それから、ススキですね、中秋の名月で、ススキを使ったので、ススキを、ね、あの今この中こういう風に花束みたいに枝でなっているので自然に立つんですよ。立ってるの見えますかね。ススキ立ってますね。立つようになってます。1本はまっすぐしてもいいし、これどこに飾るかにもよるんですけど、立つと言いながらかな。あ、そうですね、まっすぐすぎないもっとこう風で揺れてるじゃないですか、実際にはどこか行くと。で、こういう下の方のね、葉っぱも、なんかこの風になびいちゃったみたいな感じで超ナチュラルにやっておいてください。こちらにもちょっと葉っぱが下に流れて落ちたりとか、そんな感じで皆さんこのなんかね、野や山を歩いた記憶を取り戻していただきながら、お花を入れていきま すね。下地ススキが1本落ちてました。この画面で見ながら こんな感じ、落ちるような感じも素敵だと思います。そんな感じ、さっきと全然違くないですか。なんかさっきの方より今回のおおらかな感じ。これもうちょっと今わざと、あっちをちょっと開けてます。少しアシンメトリーに仕上げたいなって言って中にグリーンも入れさせていただきました。ほぼできちゃったような気がするんですけど、さっきのが閉まってましたね。今回のも開いてる感じで、ススキを 1,2,3 全然前やるために違うんですけど、それも良きですね。ススキが仙石原とかね、行く人もいるんじゃないでしょうかね。いいですね。こっちにも葉っぱが入ってくるようにします。ちょっと光っちゃってるのでうまく見えないかもしれませんけど、この辺に実を入れたい。全然本当にやるために違って、この辺ですかね、この辺に入れたり、この辺り、あ、いいですね、はい。こんな状態で、全体が本当に野や山に、行楽にいた時のことを思い出すかのごとく、いけていきます。これで皆さんご自宅だったら本当に枝物を買ってきていただければ、あと好きなものをしっかり止まりますので、安心して入れてください。そしたらもうほぼね、私これ完成なんですけど、あと、まあ、ちょっとせっかくね、お花の人なので、やっぱりこうお花も入れたいなと思っているので、この中に赤い色を入れて、そうですね、目立たないかで、菊をね、さっきのこの可愛らしい菊を、おまんじゅうのような菊を入れましょう。どっちに、さっきどっちになったかな。これどこでもいいんですけど、ここで私結構今日今満足しちゃったんですけど、ここですね、はい、菊を3箇所もうちょっと、あ、はい、なんかね、お月様のような、おまんじゅうのような、ここかな。皆さんから見てどっちがいいですか。私だったらこっち入れるとか、いろいろにはさ見ながらね、考えてらっしゃると思うんですけど、ここですね、はい、ここに入れて、で、最後もう一本はここですね、ここがいいかな、この辺、あ、そうですね、ここに入れましょう。よいしょ、花留めがね、もうしっかりしているので簡単に入ります。ちょっと、ま、単純な感じですけど、まあいいでしょう。どうでしょう皆さん、なんか本当に遠い昔の記憶を思い出していただきたいんですけども、今日はね、そう、ちょっと遠い昔を思い出してほしいんですよ。良き記憶、昨日今日の記憶ではもちろんいいんですけど、なんでかというとこの後ね、お話しますけど、まあ、いいですね、はい、こんな感じになってきました。なぜかというとですね、ちょっといい記憶っていうのはすごく安心なんですって。ちょっといい記憶を思い出していくと楽しかったな、あの時よかったなって、よく昔話をするとに盛り上がる時は辛い時だとかよく言いませんか。ちょっと現実から逃避するってこともあるんでしょうけど、よくね、
いいことをちょっと思い出していただくと、その成功体験とか楽しかった思い出に、で心が満たされて、本当にそれって癒されるんだそうです。こういうのを回想法っていうそうなんですけど、認知症の治療なんかにも実は、すごく効果があると言われていて、認知症って、直近のことは忘れてしまっても、意外と認知症じゃなくてもですよ、遠い昔のことは覚えてて、昔話ばっかりずっとするっていうような、ことを聞いたことないでしょうか、ね、つまり人間って忘れていくんですけど、すごく昔のこととか、その時に繰り返しやったようなこと、は、覚えていることが多いそうです。で、何かそういう自信がなくなったりした時に、遠い方の記憶で良かった経験とか思い出とか技術とか、まあ、記憶ですよね、そういったものを取り戻すと、すごく幸福感に包まれたり、自信が出たりして、尊厳ですよね、 の確率にすごく役に立つと言われています。これね、私今日はなぜこう皆さんにこれをやりながらって、私は本当に田舎で育ったので、こういうものを見るともう本当に一面のコスモス畑とか、親や友達や、とにかく行楽を思い出したりとか、すごく楽しかったことを思い出して、すごい幸せな気分になるので、それってやっぱり現代社会に生きる人は、その高齢者に限らず、時々そういう、なんていうんですかね、良かった時のことを、思い出すっていう、思い出さなくてもなんかわからないけど幸せな気分になる、猫の花とか見てるとっていう人は、絶対どこか昔にそういう、経験があるはずなんです。山や野で花を見たり紅葉を見たり、別に花専門家じゃなくてもいいんですよ、はい、ちょっとグリーン入るとね、そうするともうこれなんかまさに9月10月この辺だとね、そうですよね、もっと北の出身の方は別でしょうけど、太陽がねこうまだ暑いんだけど、葉がなんとなく黄色くなってきて色づいてきたりとかして、なんか思い出すとすごく幸せなんですけども、それがね、やっぱりこの現代のストレス社会においては、非常に重要、家でもない、会社でもない、友達でもない、ね、そういう回想法に近いような体験を、お花でも、もう写真でも、絵でも、ピアノでも何でもいいんですけど、皆さん持ってますでしょうか。かつ、今ちょっと言いかけましたけど、家でもない、会社でもない、友達でもない、本当にちょっと第三の人とか第三の場所に行ってっていうのはもっといいらしいですね。もっといいというか、まあ、それもすごくいいらしいんですね。何がいいかっていうと、その会社とか家族とかってめちゃめちゃこう密なつながりじゃないですか。ところがたまに月に一遍だけとか、たまたまイベントとか、たまたまコンサートとか、たまたま趣味の会で会ったっていう、その関係性とかその時間の使い方ってすごく密じゃなくて、すごく薄いとか弱いつながりなんですね。お名前ぐらいは知ってるけど、どんな仕事をしてるとかよく知らないわっていう人に限って、ちょっとポロッと本音を言ってしまったりとかってことが多分、経験があると思うんですけど、そういう弱いつながりこそ、そのなんていうんですかね、人を強くすることもできたりとか、そういう時にこそ自分の本音を出せたりとかっていうことがあるそうなんです。で、そういったさっき言ったような回想法に近いような、そういう幸せ体験とか癒し体験プラス、自分をちょっとこう出せるっていうかね、解放してあげるっていうのは、めちゃめちゃいいことだと思いませんか。女性だけじゃないですよね、まあ、女性がストレスが多いってね、よく言いますけど、男性だってストレス多いですけどね、やっぱりこれから、少なくとも私の周りの人はそんなにも若くはないわけですから、その年寄り向けのねことと思わずに、自分の、心をそのなんていうの、良かった時のことを思い出しながらこう癒してあげるっていうのは、次へ過去を振り返るだけじゃなくて未来への自信になると思うので、まあ、お花教室という名前もなんか今一歩しっくりこないなとずっと思ってたんですけど、なんかそういう場所に、あるいはそういう時間を私の方が、提供してきたんだなっていうふうに、思いました。なので、まあ、これからもね、そういうことを皆さんにそういうことをのために時間を使っていただけるように、もっといろいろ工夫したいなと思っています。お花でこう作るものとか、ノウハウとかは、2番目なんですよね。
もちろんね、こうやってやって花がみるみる枯れてくるとか、実は中はもう折れまくってるっていうのはダメなので、だからこうレッスンとかいう風な言葉を使ってノウハウを伝えてるんですけど、私が本当にこれは最近だからじゃなくて昔からそうなんですけど、何をみんなにもっとなんかこう得てほしいかなと思った時にそこなんですよね。これね、ちょっとこう続きをまたブログとかに書きながら、自分でもこう言葉にしながら、今年いっぱい、あと残り数ヶ月ね、なんとなく形にできたらいいなと思っています。まあ、そんな形 のフラワージェンヌという名前もね、どうかと思っているるわけなんですけど、ジェンヌじゃないだろうとかね思ったりするんですが、いや、むしろジェンヌなんですよね。お花のことを本当に慈しむってこと自体が、自分のことを、慈しむっていう人を増やしたいなと思って作った、20年弱前に作ったものなので、まあ、それに本当に原点に戻る、そんな、ことを考えていました。今日はちょっとなんかね語りが多くなっちゃいます。まあでもこれも見てもらったからいいかな、お花のノウハウを知りたい人にとってはいいかもしれません。ちょっとこれあっちこっち入れるとせっかくと思ったら一箇所だけで十分かもしれませんね。こんな感じで、今日は、皆さんに、秋の行楽みたいなちょっといい思い出、思い出していただけたかなと思ってお届けさせていただきました。今週明日ぐらいからやっと涼しくなるようです。関東も、もう本当に長い長い、夏だった、秋がね短くなっちゃいましたけど、皆さん、今のちょっといい思い出が10年後の、ね、その自分を助ける思い出になると思いますので、外に出て行楽していただきたいですし、ちょっとねいろいろなことで疲れ切っちゃってるなという方は、ぜひ外に出てこういうものを見て、ちょっと前のことをぜひ思い出してみてください。今日は、取り留めのない話でしたけど、皆さんの、未来につながるヒントになればいいかなと思って、お伝えしました。1ヶ月始まったばっかですね。今週も、ポチポチと頑張っていきましょう。また来週お届けします。良い1週間をお過ごしください。さようなら。